親子の仕事がやりたいんだったらやってみてもいいんじゃないかなと。でも、どうせだったらやりたいことをやって成功した方がいいので、うでね、どうやったらいいのかっていうのは考えた方がいいよ。 私も猪木さんの話を伺ってて、その出版翻訳は分量がこなせないっていうところをこう覆されてたのもびっくりだったんですけど、出版翻訳はお金にならないっていう定説も結構、業界で根強いっていうのがあって。 で,でそれがあって私はもうずっと産業翻訳一筋なんですけれどもその出版翻訳っていうのがなかなかこうお金に結びついていかないという話を聞いてちょっとこう自分がこう生活がかかっている翻訳者だからこそ,こうその出版翻訳をこう見送らざるを得ないかなっていうふうに思いながらここまで来て。 たのでそのハードルさえこう軽々とクリアしてしかも稼げる出版翻訳者として大成功を収められてるっていうもう井口さんもうなんか常人じゃないっていうかすごいなって思っちゃうんですよっ,っていうところもあるんですけどね <laughs> ステーブ・ジョーズみたいなあんな特大ヒットってそ,そもそも翻訳書であのレベルを超えるのって多分「ハリー・ポッター」シリーズぐらいですよね。うん ハリポーターシリーズはもっとすごいですから、あそうなんですね。すだと思いますあれは、えー、あの関数も多いじゃないですか、ではスティーブ・ジョブズの何倍か言ってるますよ。あれはバケモンですけど、<ー>そういうその超特大の人っていうのって、そもそも数があんまりないので,、うん、で、それに当たれるっていうのはもう運になってきますから、これはすごく運が良かったとしか言わないんですよね。いやで,もですけど まあそれ以外にまあ小ヒット中ヒット大ヒットみたいなの,いのがありえてこの辺っていうのはまあ普通に仕事をしてるとどれがってかる結構バクチでどれが当たるかわからないんでですねまあそうですよね。ですけどいろいろやってるとそのうちこ,うこれは結構当たったりするんですよ。 主体として出版翻訳があんまり儲からないっていうのはある意味事実といえば事実年間 普通私がやってるような本だと3冊とか4冊ぐらいしかできないんですよね訳すスピードの問題からして普通にのスピードでやっていたらジョブズとかマスクみたいなあんなスピードでずっと仕事したらまあ23年したら死んでますからいやそうですよね体壊しそうですんか普通にやったらやっぱり34冊なんですよで初版部数と定価とイン率リスをかけると大体たい 金額が出てくるんですまあそれなりに売れてるものだったとしても初版部数って今だと6,0007,000とかそんな感じ、うん、そんなのだと1冊あたり、まあ、いいとこ7 0 8 0万しかない、うん、34冊っていうとそうですよね。 三百万いかない三八二十一だから、二百万前後ですかね。ぐ、うん、らいの計算にしかならないんですよ。ですよ、ね。これだと、やっぱりちょっと食べられる話にならないんです。けどいや、そうです。そうです。陰性でやっていれば、増刷の時に入ると。うん、そういう増刷とか、あと電子版のものとか。うん、まあ、そういうものとかが、うんえー、ある程度あれば。それなりに食べられる、世界もないではないと。うん、まあ、その書籍も一冊あたり、初版。 2000部しかかすらないとかそういうものもあるんですよね,、うん、すよねそうういのしかやってないと本当にもうあの食べられるはずないよねっていう話もいやそうです分ならないんですけど、うん、まあその案件としてはいろいろあるわけですよう、うん。なんていうんですかいろんなもの基本こうピラミッドなんですよねうん、うん、いろんな意味で。うんうん、でこう出版翻訳もこういうピラミッドでうん、うん、案件もこう上の方って結構増刷の可能性も高いし初版の人も多いんですよ。 なんですけど、こうなってるのの平均って考えるときの平均値ってここなんですよね。うん確かに,確かにか、ね、そうすると平均ぐらいだと基本的に食うの大変よねっていう話なんです,よですよね。平均よりも上のところぐらいの仕事ができるようになるとまあそれになるよにと。うんうん 出版翻訳は食えないっていう言い方よく習されますけどじゃあ産業翻訳は食えんの本当に産業翻訳こうやって考えて今この下ってクラウド系だったりしてワード単価一円とかだったりするわけでしょそうですねそうですね食えませんよねうん食えない平均したらここら辺っていうのがすごく多いんで確かに確かにワード単価三円五円食える食えない食えないで食えるって言ってるのは一応 食えるようなレベルの七八円とか十円とか、うんうん、ギリギリ食えるレベルから上のところで仕事をしている人がこうたくさんいて、うん、その人たちがなんだかんだやってるのを見てるからなんですよ出版系もここのエリアにいる人たちは食ってるわけですようんただ全体がちっちゃいんですよね出版は,はあの業界全体が大きいからここの部分も人数がいっぱいいます出版はここの全体のやつがちっちゃいから この部分の人数ってあんまり多くないわけでですよでこのの部分の人たちがまた産業系に比べてあんまり、えー、お金の話をしなないそうなんですねだから見えてないっていうのがあ,あるだけで実際問題として割合的には私は増えてる割合ってそんなに実は違わないんじゃないのって、うん、あそうですか産業系だってだって下の方は全然増えてないじゃないですか。うん、まあね あくまで副業でやってるからうん、うん、あの人たちいいけどねって。うんうん、でもやる人たちいるんですよね、それ。でそういう世界もあるわけで。いやー、なんか本当に私、無知だったんだなって思いますね、えー、なんか出版翻訳にテいてあと,あとはこ,この上側にどうやったら入れるのかうのそうですよ。まあ結局問題になってくると思うんですよ。でうん、そこがまあ 半分は実力半分は運で動くので実力ないとそもそもどうにもなりませんけど実力があっても運がないとここの,その食えるエリアに入るのに時間がかかっちゃったりとかっていうことがあるんで基本的に翻訳の業界っていうのは実力主義でいい翻訳を上げてもらえればっていう世界ですから力があれば時間はかかるかもしれないけどこの,その食える範囲に。 入ることとっってていいいうううのは不可能話じゃな思んですよそうか。まあもちろん出版系とかで基本世の中にあんまり売れないようなすごくマイナーな部分を「私はここの仕事がしたいんです」って言われちゃうとそれはね元の売れなかったら当然その印税も払えませんよって当たり前なので部数出ませんよねっていう話になりますから。まあ それでもならならいいんですけど、それはね、やりたいって、これがやりたいってそこに価値がありますっていうんだったら、まあ、そこの価値でやってもらうかそれでもさすがにお金にならなかったらやれませんってことなのかその判断するしかないと思うんですよね。 今日もお話の最初にあったあの産業系でスタートした頃にどのくらい稼げるかって私はかなり切操なくやることを変えてきたわけですまあそれと同じように出版系でもその食べるっていうことを目標に考えるんだったらうん、うん、やる内容は食える案件がある分野にしないとやっぱり苦しいっていうのは当然、うん、そうですよね。はいまあ、そっっちに動くここととを良しとするのかだわって それでもやるのかだわって諦めるのかすじゃああれですねこれが好きだからって言ってもひょっとしてこの市場にこうニーズがないというか求められてないものが好きだったらもう好きは好きでやってもいいけどそれで稼げるようになるとは思わない方がなんかこう現実的というかっていう。そうですねう 例えば、ねうん、実務だって音楽系の翻訳とかあるわけですよねそれなりに仕事があるしそれはそれでその短歌もまあ別に特に悪いわけではないらしかったりするんだけどやっぱりボリューム的に小さいんで、うんうん、それだけを専業に食っていこうとしたらさすが無理でしょっていう話に多分なるんだと思います。友達でそういうことやってるのとか言いますけど音楽系はあんまり金にならんって言ってます。だだけど好きだからやる 稼ぐのは他で稼ぐって言っていろんな分野をやっていく中の一つに音楽っていうのをやってるっていうふうなのがいたりするんですけど<ー>本や何かもこの分野のことがやりたいっていう話でこれが世の中に売れるものでなかったらやっぱり我々に払われる金額が少ないのは仕方がないので、うん、他で稼いでこれもやるのかこれの稼げる範囲で暮らすのか、うん、もう諦めるのか。 っていう話にに最終的にはなるんでん考え方としては出版も実務も一緒だと思うんですけどね私いや、私はその話をもう少しもっと前に猪木さんに聞きたかったですよ。<laughs> <laughs> <laughs> そしたら私も出版翻訳目指してたかもしれないって聞いてて思いましたもん。そうですかーねー、いや、うん、ね 出版翻訳って結構産業系か,系から移る人ってそこそこいるんですよね昔は少なかったらしいんですけどね私の頃にもまだ少ないと言われてますけどその後結構だんだん増えてますよ。うんうん、あそうなんですねでへ 産業系から入るのって産業系で稼いでおいて<ー>でこれを仕事量を少し減らしてこの化石で我慢してここで出版の仕事をして出版側が軌道に乗ったらだん,だん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 シフトするっていうやり方ができる。 な,なるほど、そういうやり方もあるんですね。すね出版系と両方、産業系体で出版系をってやって、何年かやって、どうも目が出そうにないと、諦めようって言ったら産業系戻ればいいわけですよね。うんうん、続いてるわけだから、るじゃあもうちょっとまた増やしてっていうことで、ちょっと営業してみたりっていうふうなこともできるわけですね、別に。 一気に移らなななきゃゃいいいけないわけわじゃないですから、うん、私自身図らずも実はそれと同じことをしてきているわけで,で出版系をやろうとしてやったわけではないですけどたまたま産業系を主体でやってるところに出版が入りなんとか両方こなしているうちに最終的にはまあ出版主体に行こうかなと決めたのでずっとこちらへ最終的に来ちゃったっていう形なんです,、ねそうです か、いや、その、ね、私、ま、出版っていうか、自分で本出したりはしてますけど、出版翻訳っていうのは本当になんか、こう参入するのの敷居が高そうだなって思ってたんですよね。そんなことは特にないと思うんですけどね。<う>案件がやっぱり少ないので、うん、手を挙げたからといって必ずしも、その。うん 回してですよね。取れるといいっていうのはあるのでその最初の一歩っていうのはなかなか難しいところはあるんですけど諦めなきゃいけないほどなのかっていうとうん何とかしようと思って動けば1年で結果出ないかもしれませんけど、うん、3年動いたら何がしか出てもおかしくないかなってななるほど <laughs> 私が、えー、こんな話をして <laughs> ああのそれ聞いてて動いてみたらあの本の仕事を とりあえずなんかやるようになりましたみたいな話で、うん、その後今度仕事をポロ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 とやってる人とかって、そうですか。いやーいやーいい話聞かせてもらいました。なんか私がちょうど自分が産業翻訳で軌道に乗ってるから、同じようなことを自分のこう熟成とかに言ったりしてるんですけど、同じようなことをこうイノさんからこう言っていただいて、あじゃあもう私もちょっと行動してみようかなっていうふうに思いました。<laughs> ありがとうございます。 ちなみにちょっと今度はと翻訳の仕方みたいなところについてちょっとお伺いしたかったんですけれども、はい、あの翻訳される時あの人によっては、ね、こう全部先に始めから終わりまで現象を読んでから翻訳するっていうタイプとあ<ー>あの読まずにこう頭から訳していくっていうタイプがいると思うんですけれども口、はい、さんはどちらのタイプになりますか私は後者の,あの読まずに頭から訳していく。<ー> 初めて読みながら訳していくっていう方です、ね。 産業系の時からそのパターンなんですけど産業系の文章とかノンフィクションとかっていうのは基本的に前かそれもあって、まあ、そういうやり方が可能だっていうのは、うん、これがあのミステリーみたいなんだとおそらく伏線とかがあって確確かに確かにに伏線を押さえておかないと訳しようがない後から直したら大変って話になりかねないと思うんです。で後ろ あれ伏線だったのじゃあ役が違うみたいなあっこっちても影響が出ちゃうみたいな話に、うん、なるんだと思うのでおそらく最初に読んでいろいろ確認してこなきゃいけないことはいっぱいあると思うんですけど産業系とかノンフィクションってもともとが原文が頭から読んで分かるように書かれてるんで、うん、まあそういうやり方でも構わないと、うん、であとはどうするかなんですけど私の場合はあの初めて読んでいろいろ展開とか、うん、そうきたかとか思わず笑っちゃったりとか。うん まあそれをその初めて読んでいろいろワクワクしたりなんだかんだっていう抑止者としての,そのこう内面の感じることなんかときめきみたいなねそれを薬文化の読者でも感じてもらえるようにするにはどうすればいいかなというふうな感じで訳していくのにはむしろ初めて読んだ方がいいという感じ、うん、やっぱり。 もうでも流れ分かってるじゃないですか。そうですね。そうですね、えー。どうしてもそのワクワク感とかそうなって薄れちゃうので、うんうんっていう考え方です、ね。なるほどなるほど。うん。それもあれですかね。こうスピードが早いっていうのとも関係あるんですかね。 あの頭から順番にこう読んだ順番に訳していくっていうのはスピードとは関係ないですかねうんそこはまあスピードとは必ずしも相関ないような気がしますけどね。スピードはまたちょっと別な理由がいろいろとありそうですから。ああそうですか。井口さん。 早いでそ,それだけのボリュームをねえほほ翻訳されるってちょっと普通の翻訳者のなんか2倍ぐらいの速さで働いてるじゃないですかだから。えっとまあ訳質のスピードは実際多分一般的なスピードの倍近いだろうとは思いますどうもどうもそうらしいっていうのはいろんな人と話をしていて。ねえー。 最初から速かったんですかそれともだんだん速くなっていった感じなんですか、えっと、最初からそこそこ速かったでやっぱりスピードは全体に上がってますね最初のスマに比べたら翻訳者のタイプってもともと,もとその大きく2つに分かれてはい、はい、片方は、えー、最初から割と最終役に近いものをこうポンとひねり出しちゃう,う,うんうんうタイプうん。うんうんうん 極端なこと言うと、ええー、導通に近いというかね。うん。うん,うん。うん。そうです。そうです。そんなイメージで、こう、どんどん、で、出しちゃう。 っていうタイプと、うん、それからとりあえず訳してはい、はい、訳したものをまた見ながらこう遂行、うん、を繰り返して何んかなんかも修正して仕上げていくっていうタイプで。やり直してね、うんうんえー。評価は最終的に出来上がったものでどっちでやってもいいんですよね。どっちでやってもいいものができればいいし、どっちでやっても出来上がったものがいまいちだったらダメなわけですけど。うん、確かに確かに。ただえっ、ー、と翻訳者側からすると最初から、えー、ポンと最終訳 に近いものを出してくるタイプの方が全体的にはスピードが速くなることが多いのでお得ではあると。 ってかまあ、だからそっちのタイプの人はラッキーだと思で私はあのそっちのラッキーなタイプなので。わかりますわかります<で>わ。私もそっちです。はい。絶対にちょっとこう普通に比べたら早めなんですよね。でこれがまあどのくらい早いかはまたちょっと人によっていろいろ違うんだと思います。で私自身はそうですね。 手間は省くっていう形でうん、うん、スピードアップを図ってるところもあるのでうん、うん、そのあたりも含めて早いっていうのはあると思うんですけどね、うん、最近だったら会社の名前とか、うん、人物名とかそういうのってのは。 同じものを何回も何回も入力したりすることになる。うんそうですね。うんうんうん、で、まあそういうのはあの手間をかけられずに入力ができるようにしておくとかまあそういうような工夫はするので、うん、まあそれによってのスピードアップっていうのは当然にあるわけですよね。うん、そんなふうなを止めて最終的なスピードは人も、うん、まあ倍はないんじゃないかと思うんですけど、でも倍に多分近い。それでもあの産業系と出版系って考えると、うんうん、出版系は産業系の。 半分ぐらいいのスピードしかないんですけどね具体的には私の場合だと産業系がだいたい時速700から800ワードぐらい時速700から800ですか時速700から800はっはっはさっきの1日2000ワードとか言ってるのはだから3時間ぐらいあると終わるっていうイメージ、ね、ええー 書籍は半分ぐらいで三百五十ぐらいかな、四百はあんな結構行かないことが多い気がするんで、三百五十ぐらいのイメージだと思います。これでも早いですよ。三百五十って多分産業系で普通にのスピードぐらいかなと思うので、早い方だと思います。早い方ですかね。早い方だと思います。出版系で三百五十ってのは結構早い方だと思います。 じゃあ,ありえないというかすごいですね。そうすることによって品質は落とさずにスピードはこう上げていくみたいな工夫をされてる、ね。まあそうですね。ただスピードって基本的には結果なんですよね。うん確かに確かに。スピードを速くしよう。例えば私が今日こうやって言ってるのが357ヤーか入ってるからじゃあ私も同じ数字になるようにしようって言って。 こう時間かかって何とかそこで終わりにしようってすると多分あのぐちゃぐちゃになっちゃうんでえ結果でしかないんですよスピードって。ただその結果 他のために、実際何をしてるのかっていうのを細かく考えていくと。原文読んでる部分があったり、考えてる部分があったり。で、うんうん、この辺って、うんうん、まあ、原文読むの、ある程度トレーニングと早くできますよね。速読の練習とかあったりするじゃないですか。そうですね。えー、ある程度は、なる。で、訳を考えるところについては、まあ、これはこれで。しっかりどう訳したらいいかってことをよく考える。うんうん、あの、よく。 私はスピードが速いのもあってそのスピード上げるにはどうしたらいいですかみたいなこと聞かれるんですけど当然質を落とさないでっていう話なのでうん、えー、そうやって聞かれる時に大体言うのは逆説的ですけど時間かけてててよく考えて訳すことっていう風にうそ,うそうやってそのよく考えて訳すっていうのを繰り返してると。 同じようなパターンがだん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 あんまり考えなくてもさらっと最終薬が作れるようになってくるうん、うん、最初はこれだけ時間がかかったものが、ね、こうなりこうなりだんだんこうあまり意識的に考えていくことなしに短い時間で薬ができるそうなったものパターンが増えていけば絶対にスピードは上がっていくそうですねストックができてきますよねそうそうそうあくまでそういうことであってでそれを作るためにそのストックを作るためには どっかかででは時間をかけて考えなないいとストッがき確かに確かに。であれもこれも全部考えてると時間がかかりつけたりするんでうん、うん、そうですね。だから考えるところと,かあとまあ割とさらっと流すところとある程度判断しつつうん、うん、考えるところはしっかり考えてってでそこができるようになったらうん、うん、じゃあここができるようになったから今度はここを考えてとかいうふうにやっていくといいんだと思うんですよね。でそれと今度は考えた役分を入力する。 という話があって、入力ってこうな手が問題になってくるんですよね。手が問題になってくるところっていうのは、結構あのパソコンやなんかの力を借りるとスピードアップが測れる部分だったりすその辺はあのいらんところは無駄を省いてで考えることに時間を使ってしっかり考えていると。 だん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 あの考えた役が短時間でできるようになってくるとうんそういうことなんだと思います。ないやなんかすごくこう貴重な 知恵というか、今までの蓄積された…こうまあ、私はそう思ってやってきたっていう格好なんですかね、うんで。結果としてスピードは上がっているし、ね、質も上がっているとやっぱ昔の役見て「うん,うん」うーんって思う時とかありますかあそうでけあ,、うん、あこれ検討が甘くてここちょっと甘いままで済ませてるよねみたいなのとかあったりするんでん、えー、やっぱまあ多分今の方が力は上がってるんだと思うんですよ。